やったあ、これ王冠もらえるやつかな。雲を見つめる打撃あげようか。俺に渡す前に病院に連れて行けよ、その打撃。俺そんなにアブソル好きじゃないし、そん色違いあんま好きじゃないから、色違いのポケモンがまだあんま好きじゃなくて、で色違いのアブソルが好きじゃないからさ、そもそもだから色は粘らないと。あ、可愛いな、なんか。あれ、このアブスル可愛くない？あれ？気のせいか？お、右がさ、すごい可愛くない？この髪が。こう、ふわふわ揺れてて。へぇ。ゲットしやすさ30らしいよ。え？何やってんこいつ、バカかこいつ。ちょっと自殺やめろ、メンヘラじゃんこいつ。おーい、なんだ、ちょっと俺を救ってやるお前のこと。いや、この恋は間違いじゃなかったんだ、この恋成就させるわ。俺の元に来い。今目つぶってたな。死を悟ってる。そんな変わんないでしょ。捕まえるポケモンが弱いほど捕まえやすくなる。へえ。嘘でしょ。あ、よかった。びっくりした。いや、でも割とちょろいなって感じですね今。マスターボールかクイックボールで最初捕まえるか。でもなんかそれドッキドッキ感があんまないからさ、わかる俺の気持ちねえ。なんかデキレースじゃん。ええー、これダメだったら寝ます。おっ、今日の証、どこかくたびれたアブソル。そんな、ここまでやって、そんなことってある。病院連れて行かなきゃ。視聴者が持ってた青空を見つめる打撃と、どこかくたびれたアブソル、ちょっと二人とも病院連れて行くわ。雲を見つめる打撃あげようか。俺に渡す前に病院に連れて行けよ、その打撃。くそー、なんだよー。いいよ、お前ちょっと俺の元に来い。叩き直したるわ。うん。いや、俺この証でいいわ。たく、あっちで。こいつ使います、いつか。さらっとね、メインにはならないと思うけど、こいつは運命だ。